朗報、大谷翔平、メジャー三冠王射程圏内 WWW、打率309、4位、HR28、1位、64打点、2位、OPS1.048、打率1位はビシェットの323打点、1位はガルシアの66打点。打率が高すぎる。奪三振も欲しい。2297打数、273、155本、406打点。OPS 908,445 イニング、35勝17敗、568奪三振、防御率 2.97、 通算だとあんま打率低くないな。打率はイチローがやってくれたし、ホームラン王を取ってほしいわ。この先現れなさそうなし、松井が打点王を取ってればな。大谷の前にランナー貯めません。ライバルにホームラン打たれます。こいつら勝率が悪い。大谷が一番シフト制限の恩恵受けてるよな。一番シフト食らってたらしいからな。エンゼルスの打線じゃ打点王は無理や。ナマズ王やの前にランナーたまらん。打率は吉田本塁打は大谷、打点は聖夜で日本人三冠や。大谷には村上を超えてほしいな。せいぜい取れても HRO と最多奪三振。6月終わるとガクンと成績落ちるから、そんな期待せんかたがいい。